水道の使用量を自動的に検針する水道メーターを湖西市が市内に設置し始めています。人手を省くことができ、さらに IT が浸透することで多くのメリットがあるようです。湖西市は11月の実用化を目指して新開発の水道メーターをおよそ2000個に取り付け中です。湖西市、中部電力様、豊橋技術科学大学様などの産学官による共同研究のプロジェクトとなっております。スマートメーターが取得した水量のデータをこちらの通信端末で、有線で結びます。そしてこのデータを飛ばすような仕組みになっております。新しい水道メーターには通信機器がついていて、使った水の量や水漏れの疑いがある場合の警報をリアルタイムで発信します。市の水道メーターからの情報は中部電力の集約装置を介してサーバーに送られて、膨大な情報になり市役所にも共有されます。検診する人手がかからない上、ビッグデータ化すれば水道の利用開始や停止、決済などのサービスがスムーズになります。各家庭のデータになりますので、それがかなりのビッグデータとなります。それが漏水のエリアの絞り込みに役立てることができるのではないかというふうには期待しておるところでございます。さらに老朽化した水道管を新しい管に交換する際にもビッグデータが役立ちます。地域の水道使用量が見極められるので、無駄に太い水道管ではなく適切なものを設置できるので費用の節約にもなります。次の時代の水道の在り方を見ようと市長も現場に来ました。老朽化だとか人口減少へのインフラ整備の対応というのはどこの市町村も悩みを抱えながらやっていますので、全国的にもこういったモデルケースが広がってくれるといいなというふうに期待しています。一方、中部電力は水道インフラにも参入することで事業の幅を広げたい考えです。産学官が連携したこのプロジェクトは2024年の3月までに成果をまとめ、他の地域の先駆けになることを目指しています。